ルーク・バージェスは、イングランドの元プロラグビーリーグ選手である。兄弟のサム、ジョージ、トムと同様にポジションはフォワード。以前は、スーパーリーグにて、イングランドのハリクインズ・アール・エル・トリーズ・ライノズにて、プレーし、2009年スーパーリーググランドファイナルで優勝。2011年から、オーストラリアのナショナルラグビーリーグのサウス・シドニー、ラビトーズ、マンリー・ワーリンガー、 シーイーグルズでプレーした後、イングランドに戻り、サルフォードレッドデビルズとカタランドラゴンズでプレーした。1987年2月20日、バージェスは、ウェストヨークシャー、カークリーズ、リバーアッツエッジで生まれた。父、マーク・バージェスは、ノッティンガムシティ、ロッチデール・ホーネッツ、デューズベリー、ハンスレットでプレーした、ラグビーリーグ選手であったが、筋粛性即作効果症により死亡した。 母のジュリーは教員であり、ゴーシュウ,ウェルビュー・ヒルのスコッツカレッジにて勤務。ヘックモンド・ワイク・グラマースクールで中等教育を受け、その後プロのラグビーリーグ選手となった。彼はデューズベリー・ブーアでジュニアラグビーをプレイし、またリバーズエッジのクリケットクラブにも所属した。スーパーリーグの優勝トロフィーを抱えるルーク・バージェス・バーチェスはリーズ・ライノズにおいてプロップのポジションでプレー。 それ以前は、ハリクインズ RL とドンカスターに期限付き移籍。リーズにおける彼の初出場は2008年3月で、カッスルフォード・タイガーズに敗れた試合であった。バージェスのデビュー戦は、ウェルドンロードでのカッスルフォード・タイガーズ戦であり、リーズはこの試合に敗れた。バージェスは、彼の2戦目であるハリクインズ RL 戦で、初トライを記録した。2008年シーズン末、バージェスは、 主要専門誌ラグビーリーガーリーグエクスプレスが提供するアルバートゴールドソープ新人王の第1回受賞者となった。2008年はわずか5試合で5トライを挙げた。だが2009年、バージェスは28試合に出場するも記録はサルフォードシティレッツ戦での1トライのみに終わった。2011年6月21日、ルーク・バージェスはオーストラリアのナショナルラグビーリーグの サウスシドニーラビトーズと契約し、承認された。同クラブでは、兄弟のサム、トム、そして、ジョージもプレーした。2011年シーズン、バージェスはサウスにおいて2週間以内に、オーストラリアでのナショナルラグビーリーグデビューをするための、登録手続きがなされた。2013年5月、バージェスは、オーストラリアズネクストトップモデル出場のモデル女性。 ヨランダ・ホジソンとの間に第一子となる娘、グレースルカを設けた。2013年8月、バージェスは兄弟4人での同時リーグ出場を果たした。オーストラリアのナショナルラグビーリーグのクラブにおいて、兄弟4人が同時にプレーしたのは、1910年のニューサウスウェールズラグビーリーグにおいて、レイ、ロイ、レックス、バーナードのノーマン4兄弟が、 シドニーのアナンデールクラブで出場して以来であった。2015年、彼はアメリカ合衆国のアリゾナ州において、サウスシドニーラビトーズの高校度、トレーニングキャンプに参加。彼は許可を受けて早期にチームを離れ、マンディー・ワーリガー、C ・イーグルスに加入した。ありがとうございます。